皆さんこんにちは。今日はディオールのマキシマイザーを全色レビューしていきます。こちらディオールアディクトリップマキシマイザー、各4620円、全部で24色展開です。ロングセラーの商品で、王道のプレゼントアイテムとしても有名ですよね。このリップの人気の理由は、とにかく一日中潤いが続くこと。ツヤがとにかくすごく綺麗で、滑らかでふっくらと唇をボリュームアップしてくれることかなと思います。90% 自然由来のケアリッププランパーです。まずパッケージを見てください。最高に可愛いですよね。アプリケーターもリップラインを描きやすいスポンジタイプで、ちょうどいい量を含んでくれるので、簡単にボリューム感のある唇にしてくれます。テクスチャーはこんな感じで、そこまで厚みがあるわけではなく、さらっと重くない質感でかなり使いやすいです。しっかり保湿効果もあって、カプサイシン効果の少しスースーした感じもあります。ベタつきはないので、もちろん単体でも使えますし、リップケアとして口紅のベースとして使用することも可能です。香りはミント系ですっきりした匂いなので、嫌いな方はいないと思います。全部で24色あるんですが、その中で4種類のフィニッシュに分かれていて、クラシック、シマー、ホログラフィック、インテンスです。クラシックは7色でみずみずしい輝きの出る初代からある王道のフィニッシュ。リップケア重視の方やプレゼントならクラシックタイプがおすすめです。シマーは5色で繊細で透明感のある輝きが特徴で、カラーによってラメの色も違うので後ほど詳しくレビューします。ホログラフィックは2色でマイクログリッター効果できらめくような輝きになるフィニッシュ。単色よりもトッパーとして使う方、ラメが輝くリップメイクが好きな方におすすめです。インテンスは10色で鮮やかな発色とフレッシュさあふれるツヤ感が特徴。単色使いでもしっかり発色するので毎日メイクに使えるフィニッシュです。それでは全色レビューしていきます。なるべく見たままの色になるように撮影したので、ナイトモードをオフにして画質を最大にしてご覧ください。まずはクラシックの7色から。1番ピンクはほんのりピンクがかったほぼ透明の色味。唇にのせると色はつかないです。リップケアとして保湿効果やプランプ効果だけが欲しい方や、色がつかないのでナイトケアとしても使えて、誰にでもおすすめできるカラーです。4番コーラルはクリアなオレンジで、自分の唇の色にほんのりオレンジがかるような色味です。くすみのないフレッシュなオレンジだと思います。パッケージを見るとネオンのような鮮やかさがありますが、とても薄付きで自然に仕上がります。ビタミンカラーと温かみのある色が得意な方におすすめです。6番ベリーはクリアなピンクパープル。パッケージを見るとカラー自体はかなり濃い紫色ですが、唇につけると青みピンクと赤みが足されるくらいで、血色感のある自然な発色です。クールトーンの深みのある色が得意な方にいいと思います。7番ラズベリーはブライトなクリアピンク。お菓子のような可愛さのある色味です。こちらもカラー自体はかなりビビッドで明るくて、でも唇につけると少し青みピンクが足されるくらいで、意外とナチュラルな発色になります。鮮やかなピンクが得意なら絶対に似合うはずです。12番ローズウッドはヌーディーなピンクベージュ。上品で自然な肌なじみのいいカラーです。つけると見えませんが、少しだけゴールドのシマーが入っているので、気持ちツヤ感と立体感が強く出る気がします。ナチュラルメイクに最適な使いやすいヌードカラーなので、誰にでもおすすめできるカラーです。20番マホガニーはダークなローズブラウン。パッケージだけ見るとすごく濃くて使いにくいかなと思いきや、塗ると元の唇にほんのり暗さを与えるようなブラウンです。オレンジよりもピンクや赤みのあるブラウンなので、モードっぽいというか自然なのにおしゃれさもあります。ウォームトーンで暗さのある色が得意な方におすすめです。38番ローズヌードはヌーディーなオレンジベージュ。カラー名はローズですが、どちらかというとオレンジの温かみのあるベージュです。薄付きかつベージュカラーなので肌なじみは良く、普段からオレンジ寄りのベージュカラーが得意な方で、ナチュラルメイクが好きな方が気に入ると思います。クラシックカラーを比べたのがこちら。どれもシアーな発色で唇の色が透けて見えるので、つける人によって見え方は変わりやすいかなと思います。ただ失敗はないというか、プレゼントにしやすかったり、色が濃くないのでリップメイクの前に軽くつけたりできるし、万能に使えるのがクラシックタイプです。続いてはシマータイプ。5番シマーストロベリーはストロベリーピンク。鮮やかな赤に近いピンクカラーに、濃いピンクとシルバーの細かいラメがたっぷり入っています。
唇につけてもラメがしっかり見えるので、可愛くて華やかな印象にしたい方におすすめです。7番と比べると5番の方が赤みがかっているのと温かみがあってストロベリーピンクのような発色になります。14番シマアマカデミアはヌーディーベージュ、ピンクにもオレンジにもよらないど真ん中のベージュカラーで、シルバーのラメが入っていることでベーシックだけど上品さがあります。どんなシーンでもどんなメイクにも使える万能ベージュです。12番と38番と比べたのがこちら。12番が一番ピンクより、38番はオレンジに見えて、14番はその間で、唇の色にもよりますが、私の肌の上だと気持ちピンク寄りに見えます。19番シマーピーチは鮮やかなレッドコーラル。フレッシュなレッドグレープフルーツをイメージする色味で、ピンクとゴールドのラメがたっぷり入っています。春とか夏に使いたくなるような多幸感あふれる色味です。ウォームトーンのコーラルカラーのリップが好きならぜひ使ってみてください。オレンジ系の4番と比べると赤みがあるのがわかるかなと思います。21番シマータンジェリンはフレッシュなオレンジ、ちょっとだけ暗さのあるオレンジでゴールドのラメがたっぷり入っています。こちらは数量限定色のようです。23番シマーフューシャは鮮やかなピンクレッド、キャンディーのような可愛いレッドにブルー、ピンク、シルバー、ゴールドに見えるラメが入っていて、見てるだけで楽しくなるような色味です。さらにホログラフィックタイプからは2色。3番ホログラフィックラベンダーはクールトーンピンクのベースに青と紫のラメ。ベースの色は薄付きでほとんどクリアな発色で、塗るだけで透明感が足されるような色味です。たくさん入ったラメが唇に立体感を出してくれます。普段から青みリップが好きでトッパーとしてラメを楽しみたい方におすすめです。10番ホログラフィックピンクはライトピンクのベースにピンクとゴールドのラメ。こちらもほとんど色はつかなくてクリアの発色、とてもツヤが綺麗な唇にしてくれます。少し温かみのあるベージュやピンクカラーをベースにして、この色をトッパーとして使ったらとっても可愛いと思います。シマーとホログラフィックを比較したのがこちら。クラシックタイプよりは色がしっかり見えますが、それでも透け感のある仕上がりです。特にホログラフィックはほぼクリアな発色なのがわかるかなと思います。続いてはインテンスの質感です。9番インテンスローズウッドはベージュピンク、温かみのある自然な肌なじみのいいピンクで、ナチュラルメイクにも使えて誰でも使いやすいと思います。12番と比較すると、9番はラメなしで気持ち色が濃くて、ちょっとコーラルっぽさもあるような赤みが足されているような、より血色感のある色味です。18番インテンススパイスはブラウンピンク、ブラウンとは言ってもベージュよりは濃いかなぐらいで、とてもナチュラルな色味です。38番と9番と比較したのがこちら。38番に色は近いですが、より濃いめの発色というか、ピンクとブラウンが強めに出ます。9番と比べるとより温かみがあって、本当に少しだけですが暗さもあると思います。22番インテンスレッド、鮮やかなクリアレッド。とてもビビッドなくすみのない澄んだ赤色で、ちょっとピンクのようにも見えます。可愛くて華やかな色味です。23番と比べたのがこちら。22番は唇の色をしっかり隠してくれるような発色なのがわかると思います。24番インテンスブリックはブリックレッド、コーラルとブラウンに赤を少し強くしたような絶妙カラーですが、ブラウンが強すぎないので温かみはあるけどニュートラルに近い色味です。本当に少量ですがピンクとゴールドのラメも入っています。比較的暗めで温かみのあるカラーを探している方におすすめです。ブラウン系の20番と18番と比較したのがこちら。24番はしっかり血色感があるのがわかるかなと思います。26番インテンスモーブはモーブピンク。明るさのあるクールトーンの少しくすんだピンクカラーで、ラメはシルバーが一番多く見えて、ピンクやブルー、ゴールドのラメも見えます。7番と9番と比べると、26番はくすんでいて青みがかった大人っぽい落ち着きのあるピンクです。27番インテンスフィグはナチュラルピンク。気持ち温かみのある誰でも使いやすそうなナチュラルピンクで、ゴールドとピンクの細かいラメが入っています。同じインテンスシリーズの9番と比べるとかなり似てはいますが、27番にはラメが入っていること、あとよりピンクが強めで甘くて可愛い印象です。28番インテンスディオール8はオレンジレッド。ウォームトーンの赤色でしっかりオレンジが見えます。朱色の赤が強めなイメージです。全色の中で一番発色が濃くて、パキッとしたビビッドな色が得意なら、とても華やかでかっこいいメイクになると思います。
レッド系の22番と比較すると、28番はより赤が強くて、オレンジも見えるのがわかるかなと思います。29番インテンスグレープはローズピンク。深みのあるくすんだローズカラーでニュートラルの色味です。重ねると赤みが強く出てきます。24、26、27番と比べると、24よりはピンクっぽさが強くて、26番よりは確実に温かみがあって、27番よりは赤みがかったようなカラーです。39番インテンスシナモンはブラウンオレンジ。オレンジに少しだけ暗さのあるブラウンが混ざっているような色味で、カジュアルになりすぎない上品さもあるオレンジリップだと思います。4番と24番と比べたのがこちら。赤よりもしっかりオレンジが強いのがわかるかなと思います。40番インテンスブルーベリーはピンクパープル。ビビットでクリアなカラーで薄くつけるとピンクより、濃くつけると紫が強くなるような色味です。しっかりクールトーンではっきりとした色が得意な方に似合うと思います。6番と比較したのがこちら。よりピンク感が強くて赤紫に近いのがわかるかなと思います。インテンスの10色を全部比較したのがこちら。色にもよりますが、唇の色を隠すくらいしっかり発色です。全色比較したのがこちらです。パッケージやスウォッチだけを見ると似ている色もありますが、実際唇につけてみると発色やラメの有無で結構違いがあります。明るめのウォームトーンが好きな方におすすめなのがこちら。1番、4番、12番、19番、21番、22番、27番です。暗めのウォームトーンが好きな方におすすめなのがこちら。1番、9番、14番、18番、20番、21番、24番、28番、38番、39番。明るめのクールトーンが好きな方におすすめなのがこちら。1番、3番、5番、6番、7番、9番、10番、14番、23番、26番、27番、29番です。暗めのクールトーンが好きな方におすすめなのがこちら。1番、3番、5番、6番、7番、20番、22番、23番、29番、40番です。私のパーソナルカラーはライトサマーで、セカンドがライトスプリングなんですが、12番と26番、27番の3色がお気に入りです。この動画が参考になりましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。